い、どうぞ。私の差し入れはどうして無視するの？お腹いっぱい。本当。じゃあ、勝負君はバナナストーパンとミニパン、どっちがいいかな？それ新作なのよ。ちょっとみんな、おい翔吾くん、どうして不自然な感じで私から遠ざかっていくのよ。このパンの何が不満なのよ。バナナトーパンとウニパンでしょ。どこがおかしいことあるのよ。ちょっと、そのトーテンポールの裏から出てきなさい。小闇先輩、それってトーテンポールじゃないよ。そうなの？ちょっと二人ともおよしなさい。よそ様のご自宅でそんな風にはしゃぐものじゃないわ。ナユのトーテムポールが壊れたらどうするの。トーテムポールの裏から出てきなさい。いろいろとごちそうさまでした。じゃね、またね、ナユ。楽しかったわ。それにしても翔吾くんのトーテムポール好きには困ったものね。じゃあまた来てね、バハハイ。あ、そう、やっと出てきたね。今日はありがとね。え、じゃあじっくり聞き込んでくれた？それって聞き込みが足りてないよ。持って帰って復習。
よろしい。じゃあ、ショーゴ、また遊びに来てね。全然、邪魔なんかじゃないって。楽しいよ、ショーゴと過ごすのって。うん、また絶対来てよね。いやいや、それほどでもないですよ、カナタさん。お、ショーゴ。はーい、ショーゴ。いらっしゃい、ショーゴくん。アイスコーヒーでいい？どこかの帰りか。何、翔吾、君、なんかいいことでもあった？機嫌いいじゃん。しましたか、カナタさん。この MD、あのライブじゃん。すっごいね。よく手に入れたね。レアものなの？見せて。海賊版か。じゃあ貴重だね。地下室って地下屋のあそこのライブハウス？そう、隠し撮ってた人がいたんだ。へえ、よく見つけたね。ショーゴ、復讐？あ？ほー、ま、いいけど、これってオリジナルじゃなさそうね。ってことは他にも世の中に出回ってるってことだね。ショーゴ、もったいぶるなよ。いいよ、シン。私今、自分の力で見つけたい気分になったから。帰る。バイ。今のお前の対応、ちょっと冷たくなかったか？はい、ショーゴくん、お待ちどうさま。ガムシロップはいらないんだよね。
しょうちゃん、あのね、もしかしてあなたは。ついにまたこうしてあなたと出会えるなんて、まさしくこれは奇跡、運命的な巡り合わせね。こっちこっち、ガレージだよ。へい、カモンカモン、入って。どう？見てみて。ワグナも好きだな。私ね、寂しいの嫌なんだよね。うん、月曜が搬入で期間は日曜まで。千早の駅ビルの中にギャラリーとかのスペースがあるんだよ。そこでやるの。利用したことある？市営だよ。だから賃貸料の方はかなりリーズナブルな感じ。正午も何かの時に使ってみれば。なんでもいいじゃん。ミニコンサートホールとかもあるんだよ。正午はみんなに見せたいものとか披露したい特技とかないの？気楽に考えればなんかあるでしょ。コレクションとかないの？こだわって集めてるものとか、世の中にはユニークなもの集めてる人っているよね。ショーゴはその手の趣味は？ほらほら、恥ずかしがらず言っちゃいなよ。女
ちょっとぐらい変態チックなものでも私平気だよ。そういうの割合と家内たちなの。もうとぼけちゃって。平気平気、私実はかなり変態チックなものでも全然 OK だから、照れずに本当のこと言っちゃえって。ごまかすの下手。ざっくばらんに腹を割ろうじゃないの。私って変態も大好きだから、そんな気遣いもいらないって。だから翔吾のどんなとこ見たって、私は翔吾の友達絶対やめないよ。趣味とかなりわいで人を判断しないたちだからね。失礼。翔吾、伊佐子の名前いつ知ったの？伊佐子って誰に対してもあんな感じだよ。うん。わからないの。昔は普通に接してくれたんだけど、ある頃から突然ね、あんな風に伊佐子は変わっちゃったの。これでもちっちゃい頃は私たちすごく仲が良かったんだよ。本当の姉妹みたいにすごく仲良しだった。血は繋がってないけどね。伊佐子はね、ママの再婚相手の娘だったの。あの頃が一番幸せだったな。私ってそれまでママしかいなかったから、伊佐子と今の父が増えて4人で一緒にこの家で暮らし始めた時、すごく毎日が楽しくて、こういうのが家族っていうんだなって、そう本当に思ったよ。でもさ、そんな時もすぐ終わっちゃった。私のママが死んじゃって、ごめん、なんか変な話してるね。